動画をご覧になってくださっている皆さん、明けましておめでとうございます。高山右近記念資料館の館長の奈良賢治です。今日は詩編第37編5節より、道からにより頼むこそ信仰力ということを御言葉から聞かせていただきます。それでは聖書を開きましょう。詩編37編の5節です。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。以上です。私たち信仰者が毎日を過ごしていく上で、いろいろな問題に直面するたびに神様を信頼して歩んでいくということは、とても大切な信仰の姿勢です。でも神様にお任せしたなら全てがうまくいくということは確かなのですが、自分の側における努力やなすべきことを棚に上げて、自分の求めだけを神様に丸投げしてしまうということでは困ります。神様にお祈りしたなら、神様が自動的に私の願いを叶えてくれるということを聖書は決して語ってはいません。今日の御言葉にあります委ねよ、委ねるという言葉は、英語に訳すと Roll you to God。 Roll は R-O-L-L です。この言葉は流れに任せるという意味合いを持っています。ですから、この言葉が意味することは、神様に委ねるというのは、神様のなされることに逆らわず、あたかも神という流れに自分という船の舵を合わせるという意味なのです。ですから、自分が船に乗っていて、しっかりと神の流れから外れないように舵を握りしめて船を操らなければなりません。でも神様という大きな流れはいつも穏やかな流ればかりではなく、急流もきっとあるでしょう。渦を巻いている場所もあるでしょう。そんな時に舵を握る手が緩くあったなら、かえって違う方向に船が進んでいきかねません。ですから、今日の御言葉である、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださるとは、神様が見せてくださる人生の目標に向かってロールしていく自分であれと教えてくれているのです。神様を信ずることによって、神様と一緒にロールする生き方を追い求めていくことが大切なんですね。私が進むべき道に、私の握る舵に、神様も手を添えてくださることをお願いしようという意志を持つことが大切です。イメージしてみてください。自分の力で船を操っているのですが、私が舵を握るその手に、神様も手を添えてしっかりと握ることができるようにしてくださる。そのことをどれだけ皆さんが信じられるかということにかかっているわけですね。私たちは積極的に神様を頼りに、神様に自分を委ねてロールしていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたがなされることに逆らわず、その流れに沿って私の人生の舵を切ることができるように、どうぞお助けください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。